ドイツの政治機構の模式図ドイツの政治では、ドイツ連邦共和国の政治について解説する憲法にあたるドイツ連邦共和国基本法が西ドイツ時代の1949年に制定された。当初は東ドイツとの統一までの仮称として憲法とは呼ばず、基本法と呼ぶこととされたが、東西ドイツが統一された現在も憲法と改められてはいない。 現在のドイツの政治目標として、ナチスドイツ時代の反省とワイマール共和国時代の教訓をもとに、基本法第1章、第20条で民主的な福祉国家の建設を定めている。ドイツ連邦共和国は連邦制を採用している。各州には、衆議会と衆議会から選出される、州首相及び州の内閣がある。ベルリンの国会議事堂ドイツの立法府は、 独立した二つの議会を有する両院制で構成されている。また、有事などの緊急事態では、両議会で構成される合同委員会が設置される。ドイツでは、第二次世界大戦以前のナチスが、国民投票、住民投票といった形で合法的に独裁を行ったことへの反省から、直接民主主義的要素を排除し、間接民主主義による政治を徹底して、 行っているのが特徴である。また、連邦議会での選挙では、ある一定の得票率悪いは小選挙区での議席を得られないと、連邦議会における比例代表の議席が配分されない仕組みを導入し、バイマル共和国時代に見られた小政党乱立と極右、極左勢力の議席獲得を阻止している。連邦大統領は、ドイツ連邦議会の全議員と、 各州議会代表の選挙人とで構成される連邦会議において選出される。連邦大統領に故障があるとき、または任期満了前に空位となったときは、ドイツ連邦共和国基本法第57条により、連邦参議院議長がその権限を行使するとされている。なお、連邦大統領が空位となった際は、ドイツ連邦共和国基本法第54条により、 連邦会議が遅くとも、その後30日以内に招集され、公認者が選出されることとなる。国家元首としてその権能は、儀礼的なものである。任期は5年。連邦大統領には、連邦議会の解散権、連邦首相候補の提案権がある。2010年5月31日、連邦大統領、ホルスト・ケーラーが辞任し、連邦参議院議長イエンス・ベールンゼンが、 連邦大統領の職務権限を行使していたが、クリスティアン・ブルフが連邦大統領に就任した。2012年2月、ブルフがニーダーザク選州首相在職中に汚職事件に関与したとして、捜査が検察により本格化されたためにブルフは辞任し、2代続けて任期途中で連邦大統領が辞任した。2012年3月には旧東ドイツの 反体制派牧師だった無党派のヨアヒム・ガウクが連邦大統領に就任した。ガウクは統一ドイツとしては初の旧東ドイツ出身の連邦大統領である。行政府の長である連邦首相は連邦議会議員から選出され内閣を組閣する議員内閣制をとっている。内閣は連邦政府と呼ばれる。連邦首相の任期は4年である。ドイツでは会員に。 連邦首相に対する不信任決議権が認められている。法的効果の認められる不信任決議の対象となるのは連邦首相である。この連邦首相に対する不信任の提出は、あらかじめその過半数で公認首相を選出した上で行う必要があり、連邦大統領に対して連邦首相の罷免を要請することが要件とされている。一方、 連邦首相が提出した新任決議案が否決された場合には、連邦大統領は会員を解散することができるが、会員が過半数で別の連邦首相を選挙した時は解散権は消滅するとされている。このため、内閣が議会を解散して総選挙に持ち込むためには、与党議員にわざと内閣新任決議案を否決させるという手を使うことになる。 実際に2005年7月、野党の選挙準備ができていないうちに総選挙を実施しようと考えたゲアハルト・シュレーダー首相はこの方法を使って内閣信任決議を否決させたため、総選挙が実施されることになった。しかし、憲法学者などからは、こうした手続きは違憲であるという声も出ている。これは、バイマル共和国時代に、 当格だけを目的とした内閣不信任が乱発された結果、後継首相も決まらず、政治が安定せず、ナチスの対等を許してしまったことへの反省によるものである。建設的不信任が可決されたのは、1982年にヘルムート・シュミット政権が倒された時の一回のみである。また、基本的に議会の解散がないので、長期安定政権を生み出しやすい。 1998年以来、連邦首相はドイツ社会民主党のケアハルト、シュレーダーであったが、2005年9月の総選挙の結果、ドイツキリスト教民主同盟及びキリスト教社会同盟が第一会派となったため、セディ党首のアンゲラ・メルケルへと交代した。連邦憲法裁判所は、連邦議会と連邦参議院より選出し構成される。 2017年9月現在連邦議会に議席を持つのは以下の政党である。色は各党のシンボルカラー。実現しなかったものを含め連立会派の愛称としてこれらの色から連想した名称をつけることがある。例えばスピード B90、グルネン FDP の信号連合、セディ、CSB90、グルネン FDP のジャマイカ連合などである。ありがとうございます。